日本の映画監督、脚本家。株式会社ガイナックス元代表取締役社長。監督作品として、映画、王立宇宙軍オネアミスの翼などが知られる。2008年9月14日、小日2008にて、新潟県新潟市生まれ。新潟市立宮浦中学校卒業。新潟県立新潟南高等学校卒業。 1980年、大阪芸術大学芸術学部、映像計画学科入学、中退。映画監督の安野秀明とは、同じ寮で知り合い、この時に初めてアニメーションに興味を持つ。1981年、第20回日本 SF 大会のオープニングムービー制作を機に集まった、大半フィルムのメンバーとして、自主制作アニメや映画に携わる。 1984年、ガイナックスを設立。大阪での活動に限界を感じていた山川は、同時期に不倫問題から大阪に居場所をなくしたと悩んでいた岡田敏夫の窮地を契機と考え、岡田を東京進出に誘う。岡田は自身の利害と一致していたため、山川の誘いに乗り、不退転の覚悟で東京進出を決めた、と語っている。しかし、赤い高みと、 安野秀明は、マクロスの制作に参加したことによって3人はプロになろうと決意したが、当時は大阪の学生でプロのなり方がわからず悩んでいた時に、いろんな人脈がある岡田さんが問題を起こして大阪、出ていくと言い出したので、山川がなら、一緒に東京行きましょうになったと語っており、若干の違いがある。赤井は、山川、本当は、 大学卒業してから東京に行くつもりだったとも語っている。誰もがうまくいくとは考えていない中、バンダイへのプレゼンに成功し資金を引き出すことで、岡田敏夫らと共に、後日の映画、王立宇宙軍オネアミスの翼制作のための、企業という名目で株式会社ガイナックスを設立した。1987年、映画、王立宇宙軍オネアミスの翼で24歳にして、 監督デビュー。監督にはどうすればなれるかと思い、淀川ガ春の本を読むと、同じ映画を10回見れば、映画監督になれると書いてあったので、頑張れ。ベアーズ特訓中を10回見て本当になってしまった、と語っている。ABCDEFG 順平オタ、山が博行インタビュービジョナリーストーリー自分にとって、アニメは、 手段2014年5月アザカマガジン、ハット ABC ワークショップザ・フォースアニメーション神戸、ハット、大1 0フィルム33アーカイブド2014年10月23日、アットザ・ウェイバックマシン、ガイナックスの原点、大1 0フィルムが33周年で何かやるらしい、バニーガール再来か ?2013 年12月25日16時23分。 更新ネットラボハット https コロンスラッシュスラッシュニュースドット l i v d o o r トコムスラッシュアーティクルスラッシュディテールスラッシュ7028667スラッシュエヴァ制作会社は不倫で誕生告白岡田敏夫英雄団扱いして欲しくないニコニコ生放送ニコ生岡田敏夫ゼミ2012年9月27日放送好みにくくも美しい世界 作品情報、アニメハック、2020年10月6日閲覧、ありがとうございます。